浅田仁志君。日本維新の会、浅田仁志でございます。まず、議案となっております、議題となっております、給与法の一部改正についてお尋ねしていきたいと思います。また第3波がやってきたというふうに報道されておりますけれども、コロナの影響、教育にも非常に大きな影響を及ぼした1年であったと思っております。で特にですね、大学では対面式授業っていうのがもうほとんどなくなってしまって、オンラインでやってるところがほとんどであると。でまあ、いわゆる第2波から第3波にかけての狭間においてですね、対面式の授業をまた一部で復活させたというふうなことを聞いておりますけれども、防衛省関係の防衛大学校、防衛医科大学校、で陸上自衛隊、高等工科学校における授業には、この今回のコロナの影響というのは、どういうふうに出ているんでしょうか、教えていただきたいと思います。岸防衛大臣。今、委員ご指摘のお尋ねの3つの、ところです、防衛大学校、防衛医大、高等工科学校、まあ、これらはですね、一般の大学、高校と異なりまして、原則としては、全寮制、という形を取っております。そして、現在、マスクの着用、手指衛生の徹底、定期的な検温、まあ、教育の場などにおける間隔の確保と、いった必要な感染措置を講じた上で、対面の授業を行っているところでございます。その上で、これら防衛大学校、防衛医大、工科学校、においてはですね、オンラインの授業も含めて、教育の ICT 化について検討を進めているところでございます。いずれにいたしましても、防衛省自衛隊として、コロナ禍の状況においても、隊員に対して必要な教育を実施できるように、しっかり取り組んでまいっているところでございます。浅田仁志君。確認ですが、その全寮制で、皆さん、生徒さん、学生さん、全寮制で生活をしておられると、でそこでクラスター等ですね、他の大学で結構そういう事例が報告されてるんですが、クラスター等の発生は全くなかったという理解でいいんでしょうか。岩本審議官。お答えいたします。コロナの感染状況でございますけれども、防大と防衛大につきましては、それぞれ学生が1名ずつ帰省中に実家の方に戻っていた際にコロナに感染しております。校内での感染ではございません。それから高等工科学校につきましては、学生について感染はゼロという状況でございます。浅田仁志君。今のご答弁に対して再度質問させていただきたいんですけど、帰省中に1名の方が防衛大学校、あるいは防衛医科大学校の学生1名が帰省中に感染されたと、PCR 検査して、そのあと2週間、自宅待機とかですね、ホテル療養とか余儀なくされたと思うんですが、その2名の方についての授業の遅れとか、そういうのはどういうふうに対応されたんでしょうか。岩本審議官。すみません、ちょっと手元に詳細はございませんが、おそらくは夏休み中に実家に帰省をしていて感染したものではないかというふうに考えております。浅田仁志君。はい、ありがとうございます。それでは学生さんに関してはほとんど影響がなかったということでございますが、それならば進級とかですね、卒業、これは自衛隊のその定員とも大きく関わる話なんですけれども、進級とか卒業に関しての影響というのはほとんどないという理解でいいんでしょうか。岸防衛大臣。今お尋ねの件ですけれども、先ほど申しましたとおり、必要な感染防止策を講じた上でですね、
授業や訓練を実施をしております。そういうことから、学生や生徒の進級とか卒業に関して、影響は生じないものと、このように考えております。浅田仁志君。ありがとうございます。それで、この2月、3月以来ですね、そのコロナによる影響、それに対してどう対応していくかという、いろいろさまざまな課題がありまして、そのうちの一つが、その学生支援という課題でありました。アルバイト先がなくなってしまったとかですね、実家からの仕送りがなくなったとかいうことで、学生支援という要望がかなり強くありました。でこれはまた政府与野党連絡協議会等で協議した結果ですね、学生さんに支援するという方針が決まっております。で他方、この今回のこの法案でありますが、一般の普通の大学生等に関してはですね、学生支援緊急給付金等の学生支援が実現されておるわけであります。でそれならば、せめてですね、今回のその支給に関しても下げるべきではないと、給付せよというわけではありませんけれども、下げないということによって公平性を保てるんではないかなと思っております。この件に関しましては、だから後ほどまた討論の中でお話をさせていただきたいと思っております。それで次の質問に移ります。前回ですね、イージス・アショアを中断されて、この後どうするのかということがいろいろ議論されております。で、イージス・アショアの後ですね、イージス・アショア北山口に配置することをやめて、洋上資金するのか、あるいはどうするのかということが議論されておりますけれども、これ、イージス・アショアのそもそもの原因というのは、北朝鮮のミサイルです。で、その肝心のですね、原因になっておるところの北朝鮮のミサイルに関して、ほとんど議論がありませんでしたので、その北朝鮮のミサイルに関して、お尋ねしておきたいと思います。でこの10月1日、10日ですか、北朝鮮の軍事パレードで公開された新型ICBM、これ、火星14号、15号とかですね、射程1万キロ、1万3000キロっていうICBM に関しては、すでに情報のあるところなんですが、10月10日の軍事パレードで公開された新型 ICBM、これは今までのやつよりもすごく、かなり大きいと、それから、弾頭部分が非常に大きい、というふうに、私も写真で見ましたけれども、報道もされております。で、この新型 ICBM について、防衛省が把握されておられる情報について、ご紹介いただきたいと思います。岸防衛大臣。今、委員からご紹介のありました、その北朝鮮の10月10日のパレードにおきましてはですね、新型の ICBM 級の弾道ミサイルの可能性があるものを登場させたと、こういうことでございます。事柄の性質上、その詳細については、お答えすることは差し控えますけれども、既存の ICBM 級の弾道ミサイルである火星15号に比べて大型化をしております。そして、弾頭の大型化、多弾頭化を基としているというものであると。さらにですね、発射台付きの車両、いわゆるテルについては、確認できておりますこの11軸、車輪の数ですね、11軸の車輪は世界で最も多く、北朝鮮製であるといった指摘があると、このように承知をしておるところでございます。北朝鮮は米国の核の脅威に対抗する独自の抑止力、核抑止力が必要と、こういうふうに考えていると、その運搬手段たる弾道ミサイルについても、極めて速いスピードで開発を継続的に進めております。
ICBM 級弾道ミサイルの開発動向を含めて、引き続き関連情報の収集、分析に努めてまいりたいと思います。浅田君。ですね、北朝鮮の拉致核ミサイル、これを解決するというのが常にその政権の課題であると思いますし、私どもも朝鮮半島の非核化というのが日本の戦略、大きな戦略目標の一つであるということに変わりはないと思っております。でこの朝鮮半島の非核化ですね、こういうことを考えると、今、大臣の方から説明いただきましたけれども、北朝鮮においては、一時その、核・ミサイル破棄するっていうふうなことまで表明したところですね、逆に、またその強化の方に動いていると。でこれは本当にその北朝鮮半島の非核化っていうことを考えると、またその韓国との距離の近さっていうことを考えますとね、本当にその日本にとってはこれからますます大きな脅威になっていくんではないかという危惧を、懸念を持たざるを得ないわけです。でところがその北朝鮮たるやですね、そういうパレードはやっておりますけれども、今年のミサイル発射というのはすごく少ないです。でそういうその沈黙ですね、沈黙の背後に何があるのかというのは、当然その情報がないことには恐怖以外の何者、安心しろと言われてもそれはもう難しいわけでありますので、この沈黙、北朝鮮のしばらくの沈黙っていうのを、これはどういうふうにこう理解されているんでしょうか。副大臣にお尋ねいたします。宇都外務副大臣。ご質問のご意図がですね、今お話ししたように、最近北朝鮮がミサイル発射等を含めた挑発的な行動、あるいはそういう態度を取っていない、この沈黙の背景に何があるのかというお話だと思いますが、我が国として北朝鮮をめぐるこの動向につきましては、常日頃から高い関心を持って情報収集をしている状況にございます。でその中身はシンクタンク等のですね、公開情報であったり、あるいは我が国も含めた各国の情報機関等が収集するインテリジェンスであったり、さまざまな情報に接してきている段階ではございます。で引き続き、米国、韓国をはじめとした国際社会と緊密に連携しながら収集、また分析も行っていきますが、その分析の結果につきましてはですね、この場で開陳させていただくことは控えさせていただきたいと思います。浅田仁君。控えずにですね、副大臣、外務大臣いらっしゃいませんけれども、お考えは、多分同じなんだろうと思います。であれだけね、ミサイルを発射し続けて、で米朝接近というのがありました。トランプさんと何回か会談してですね、その後その雪解けになるのかって思ったら、実際その工場を破壊したりですね、ミサイル発射基地を破壊したり、表向きはそういう行動に出ましたけれども、その後また沈黙を続けて、で伝えられるところでは、実際の核発射装置というのは破壊されてないと、また作られていると、でというふうな情報がいろいろありますし、この間の軍事パレードにおいても、決してこれ、核・ミサイル開発をやめているという認識を持てるようなことではありません。だから背後に何を考えているのか、アメリカの出方を待っているのか、日本の出方を待っているのか、あるいは自ら何をしようとしているのか、また元のね、ミサイル強硬路線に走るという可能性は極めて高いと思います。でイージス・アショアの問題が漂流していて、そういうところに対して穴が開いてしまっていると、だから向こうにとっては、今がチャンスと捉えている可能性は極めて高いと思います。他方ですね、コロナ、あるいは
韓国との関係というものも考えていると思います。だから、私が考えているようなことは当然副大臣もお考えなんだろうと思いますけれども、北朝鮮の次の一手は何と考えるかというと、これまた答えられないとおっしゃると思いますので、それでは宇都副大臣の次の一手は何でしょうか。宇都外務副大臣。外務副大臣として対応させていただきますが、ご質問の中にもございましたようにですね、北朝鮮も米国の大統領選挙が終わり、今後の米国の出方というのを注視しているであろうと、我々も予想はしておりますが、我が国の北朝鮮に対する対応というのは、拉致、核、ミサイルといった諸問題を包括的に解決をして、最終的には国交正常化を目指すという考えでございますけれども、この考え方と、特に北朝鮮の非核化を目指すという考え方は、米国の前政権も、まだトランプ政権ですけれども、今の政権も、次期の政権であろう、次の政権に関しても、これは変わらないであろうと、でまた我々もそれを変わらないように、働きかけをしっかりとしていかなければならないと思っております。そしてまた具体的にじゃあ、今後、この膠着している北朝鮮外交をどう取り組むのかという話なんですが、これは一貫して政府としても訴えていることなんですけれども、国連の安保理決議にのっとった制裁を含めてですね、これをきちんと完全に履行していくことが大事なんだということで、国際社会での連携を呼びかけているところでございます。実際、国連決議はですね、決議に賛成した国々というのは、ルールに基づいて、半年以内にですね、この決議に対して、どのような制裁を行ったかという報告書を提出することが求められているわけですけれども、国連加盟国のうち、最新の状況ではですね、実際にこの決議に対して報告書を提出した国というのはまだ81カ国しかございません。でまた北朝鮮と国交を結んでいる国というのは、少し古いデータで2018年になるんですけど、161カ国の国々が国交を結んでいることを考えるとですね、やはり日朝、北朝鮮の倍の関係ではなく、そういう国交を持った国々、あるいは制裁決議にちゃんと賛成をしながら、まだそういう提出をしていない国々にですね、しっかりとやはり北朝鮮に対して圧力をかけて、彼らが核を放棄する、あるいはミサイルを放棄するという方向に持っていくべきであろうというふうに思っております。浅田仁君。そのべき論はべき論でその通りだと思うんですが、先ほど岸大臣の方からですね、軍事パレードに関して、新しい型の ICBM が開発されていると、で多弾頭であると、でそれを運搬する車両も新しく公開されていると、これね、国連安保理決議が実際に誠実に履行されていたら、絶対実現できない軍事装置ばかりですよ。でこれはそういうことを、背取りの問題もそうですけれども、そういう網をかいくぐって開発を続けているわけですよ。だから安保理決議があると輸出制限やと、で資金移動もできないと、その厳しいその決議はやってるんですけれども、実効性がないと思わざるを得ないわけですね。こういう点、どういうふうにこれから追及されていきますか。宇都外務副大臣。繰り返しになるんですが、実際、そういうきちんと履行されていない部分をですね、国際連携をしながら、日本の立場をきちんと伝え、きちんとこれを履行するように、それぞれの国に働きかけていくことが、日本の外交として重要だと考えております。浅田仁君。外交として重要なんですけど、言うだけでね、本当にその効果がないと、本当にまた言うてるわいなっていうぐらいでしょう。だから出ないと、ここまで北朝鮮 その軍事力の脅威っていうのを感じるっていうところまではいかないはずなんですね。だからこの点、もっと今まで以上に厳しく取り組んでいただきたいと思っております。それでもう時間があまりありませんので、この間の河野行革担当大臣のレビューについて、お尋ねしていきたいと思います。で河野大臣はレビューの時にですね、新しい技術を取り入れることが大事で、今後、防衛予算を大きく増やすことが難しい中、自衛隊の陸海空の人員や研究開発予算などについて、過去を引きずらず、見直しを大胆に行う必要があるというふうな指摘をされております。で、この指摘を防衛大臣はどのように受け止められたんでしょうか、お尋ねいたします。岸防衛大臣。
現在のその格段にスピードを増しています、この安全保障環境の変化、まあ、こういったものに対応するためですね、防衛省として従来とは抜本的に異なる速度で防衛力を強化していく、まあ、このことが必要であると、こう考えております。このため、現対抗中規模においては、既存の予算、人員の配分に固執することなく、資源を柔軟かつ重点的に配分するということとしておるところでございます。防衛省として、現下の厳しい財政状況の下で、引き続き効率的、効果的な防衛力整備を進めてまいりたいというふうに考えております。浅田仁君。その整備の過程でですね、今、その無人化、あるいは AI を使って、そのオートメ化っていうかな、AI 化、無人化っていうのが、まあ、技術の分野ではかなり進んできております。それで、その無人の偵察機とかですね、だから無人の戦車とか、まあ、いろいろ考えられるわけですよね。で、そういうことを考えたときに、これ人員についての見直しとか、研究開発予算についての見直しというものに関しては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。岸防衛大臣。安全保障環境が極めて格段に変化をしているということ、それから、まあ、技術の革新もですね、一方でどんどん進んでいるという状況において、我々もですね、柔軟に対応し、検討していかなければいけない課題だと考えております。浅田仁君。柔軟に対応するというのは、その人を例えばロボットに変えると、そういうことも視野に入れておられるという理解でいいんでしょうか。岸防衛大臣。さまざまなケースを検討していかなければいけないということでございます。浅田仁君。時間ですね、まだですか。それじゃあ、もう一問、中国とかロシアの新型の戦闘機の数が、航空自衛隊のおよそ3倍となると、で日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているとして、防衛力の強化の必要性を訴えておられます。でこの防衛大臣は、この戦闘機の数に関して、柔軟に考えていくという答弁が返ってくるんでしょうけど、それ以外の何かお答えはありますでしょうか。岸防衛大臣。我が国周辺の国ではですね、いわゆる第4世代の戦闘機の中でも、最新型とされる機種の配備、第5世代の戦闘機の試験的配備、まあ、こういった航空戦力の近代化が急速に行われているというところでございます。数の上で申し上げるならば、この第4世代、第5世代、合わせてですね、我が国は309機に対しまして、中国は1080機、ロシアは934機と、まあ、それぞれ3倍以上という状況になっておるというところであります。そうした状況に加えてですね、我が国の周辺には、まあ、北朝鮮の核ミサイル問題、それから中国の透明性を欠いた軍事力の強化の問題、東シナ海、南シナ海におけるその力を背景とした一方的な現状変更の試み、そして大量破壊兵器の拡散、国際テロ、サイバー空間や宇宙空間、まあ、こういった新たな領域、まあ、この課題の顕在化などが出てきているというところだと思います。まあ、そうした中で、我々としてはですね、防衛大綱に基づいて、国民を守るために真に必要な防衛力としての多次元統合防衛力、これを構築していきたい、こういうふうに考えております。防衛省として今後、この多次元統合防衛力の構築を力強く推進をし、陸海空といった従来の領域に加えて、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域においても、能力を抜本的に強化することを通じて、揺るぎない防衛力の整備を行います。国民の命と平和な暮らし、そして
領土、領海、領空を断固として守り抜いていくという構えで参りたいと思います。浅田仁志君。これで終わります。ありがとうございました。この際、委員の移動についてご報告いたします。本日、武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が選任されました。大塚